はい、皆さんこんにちは。今回何に関してね言及させていただきたいかというと、番組をご視聴いただいている方から、リクエスト依頼がありまして、ある件に関して言及させていただきたいと思います。これは何かっていうとね、高須クリニック高須院長がということで、まあいろいろとね、いろんなとこ出かけてるということで、この件に関してどう思いますかということでいただきました。まず高須院長がね、まあツイッターでいろいろ更新してるようなんだけど、その中で、例えば、まあ、都内に住まれてるわけですよね。もともと愛知の人ですけど、東京からうどんを食べに愛知に行くとかね、その中で新幹線に乗って誰もいません、感染しませんって言ってる件とか、今回ちょっとこのスポーツ報知のね、件を読まさせていただきたいんだけど、高須院長、まあ、お題がね、コメダ廃校を訪れ感染しに行っているの声に、客が僕しかいないお店では、感染しませんしされませんというふうに言ってる件です。ちょっと記事を読ませていただきたいと思います。高須クリニックの高須海生院長が26日自身のツイッターを、ね、更新し、一人で喫茶店を訪れたことを明かしたということです。大手、製茶チェーン店ということで、コメダ廃校店を訪れた高須院長はコメダ老人クラブ誰もいない号泣とね、店内でポツンとしている写真を添え、孤独に弱いかわいそうな独居老人の皆さん、どこにいるのか、まさかのパチンコ屋ではないだろうと続けたと。その後ね、再びスイートし、一人コメダ、わびさびの世界になると、笑顔の写真を添付、ユーザーから感染しに行ってるのか、喫茶店高須院長という投稿には、客が僕しかいないお店では感染しませんし、されませんと返答していたという、この件に関してということです。実際、例えば、感染していても、ほとんどね、気づいてない人もいるにいるんですね。これは正直なし、まあ、重症化せずに軽症化して、それがほとんど症状に現れない人もいるのは事実で、そういった、感じてない無感の人々が実際そういろいろ出回ってね、それで広まってしまって、転移機能が弱い方々がかかってしまってで亡くなってしまう、ね、重症化してしまうという事例が多いです。その中で志村けんさん、岡井久美子さんであり、そういった芸能人の方で、他にもね結構芸能界とかスポーツ選手なんかでもね多く映ってるのが実情です。で、東京都内に関しては首都圏は、まあ、非常に大変な状況下で、その自分が住んでいる静岡県に関しては、まあ、60人ぐらいならまだ少ないんだけど、やはり1000人以上のところがね、出ていて、1000人近いところもね、神奈川とかあるわけじゃないですか、埼玉とかね。その中で、やはり一人一人がやっぱり気をつけていかなきゃいけない中で、やはりこの、高須院長っていう方は、まあ、非常にこの影響力のある方です。影響力のある方、まあ、YouTube で今いろんなところでこういう議論がなされていて、いわゆる海外旅行系 YouTuber の中に、まあ、それでね出れなくて文句を言って、それで結構叩かれたりとかね、あとは、お金が足りなくなったからちょっと恵んでくださいっていうふうに言ってる人たちも見かけました。で、あとはまあ海外から帰国するときに、まあ、行ったり来たりしてね、2点3点残るってまた帰ってくるっていう、それに対してバイリンガルチカさんがねかなり批判をされている中、こういったインフルエンス、まあ、いわゆる影響力のある方々が、こういうふうに発信してしまうっていうのはいかがなものか、自分でじゃあ好きに今行ってねちょちょってやってれば、私もこれ発信して、それを他者がこういうふうに真似をしてくださいと言ってもね、過言ではないツイッターをされてるのは、ちょっとこれはいかがなものなのかなって感じはします。実際これ一人で言って、じゃ誰もいないからじゃあ映らないって言うけど、その後にじゃあ店員さんだっているわけじゃないですか、ね。それで、そういう中で映ってしまう可能性が、そしてそこまで行くのに移動するわけじゃないですかね。新幹線で移動して、じゃあ新幹線のところまで行くのに、何かしらタクシーでもね、電車でも電車は使わないかもしれない、タクシーとか使って行ったりするわけじゃないですか。そういったところでやっぱりね広がってしまう可能性があるので、この不要不急の外出はやっぱり控えない、不要不急の移動ね、例えば県をまたいだり移動はしない方がいいし、そのコーヒーを飲みに行くためとかね、うどんを食べに行くためとかね、そういうのはちょっとまたおかしいな話じゃないのかなって感じはします。これに関しては多くの方々やっぱり意見で持たれていると思うんだけど、特に影響力のある方がこういう発信をしてしまうと、真似をしてしまう人が増えてしまうので、そこら辺はねやはり多くの方々にそれをね守っていただきたいと思っているのが実情でしょう。今、緊急事態宣言が出されています。その東京都内は非常に大変な状況下で、医療関係者っていうのは非常に大変な思いをしているんですね。このチャンネルを見ている方も、お医者様とか看護師の方々とかね、放射線技師のいろいろな方いらっしゃるんだけども、その中でそういった方々のことを考えると、自分はそういうことはできないかなって感じはするんだけど、やっぱりそこら辺しっかりとやっぱり考えていただかないといけないのかなって感じはします。ということで今回ね、まあ、番組視聴者の方から、リクエストという形でいただきまして、それに対してのご回答をさせていただきました。